から喋ったらいいんだこれは。まずちょっと待ってね。まずはまあ多分一番今話題沸騰中のお話をさせていただくと、本日17期生さんがですね、お披露目になりましたということで、あの一人だけ私は分かったみたいな、なんかお話し会でそのなんか一列に並んでアピョンと京香ちゃんがすごい低姿勢にはぁって言ってた中で一人だけその気づいたみたいな、分かったみたいな話をさせていただいたような気がするんですけど、してなかったらごめんなさいね。してたと思うんですけど、その一人っていうのが橋本ちゃん、そう橋本ちゃんがいて、そうちょっとまだ全員のお名前とお顔とっていうのはまだちょっと私も本当に一致してないんですけど、橋本ちゃんがいて、そうその子がなんか私なんか名前あのコラじゃないなんだっけ、ほら前にさその名前しか書いてなかったですみたいな、その地方そうなんていうの住んでる場所を知りたくてみんなのあれ見たけど名前しかなくてみたいな話したと思うんですけど、あれでショールームの時にそのつけてる札名札にあのなんかみんなのあれが書いてあるかなと思って見たけどみたいな話をしたんですけど、ちょっと私もあんまり覚えてないので曖昧なんですけど、そうそのだからもう顔知らないみんなの状態で名前だけバーって見て、はっって一瞬目に入ったのが橋本ちゃんっていう子で、あ橋本ちゃんだから私はもう橋本ちゃんっていう子がいるんですよっていうのを早く言いたくてしょうがなかったんですよ。そう今日ようやく言えたそうようやく言えました。そして私一人だけ知ってる子がいて、そう一人だけ知ってる子がいたんですよ。平田ゆきちゃんがあの私が見てたアベマさんの番組に、あ知り合いとかじゃないんですけどアベマさんの番組に出演してた子じゃないかなみたいな感じ、まだわかんない、ちょっとちゃんと見てないからわかんないんだけど、その子が多分違うかな、違ったらごめんなさいそう橋本ちゃん、もう一番最初に私が見たとこ知ってます？私が一番最初に見たのはまず富山県出身の人がいるかどうかやばくない？一番最初に全員のプロフィールを見て見たところそこ、富山出身の人がいるか、そしてニックネームにピョンってつける人がいるか、もうそれを最初に見ました。最初じゃないけど1番目と2番目に見ました。誰もいなかった、うさぎかぶり3人目しなくてよかったですはい、3人目のうさぎかぶりはなかったです。これからも AKB48 唯一の富山県代表として富山県出身として頑張りたいと思いますどさんこは2人、そうなの？北海道、本当だ2人いる。気になった子は長谷川ニーナちゃんがね、8の日の誕生日なの。すごくない？誕生日が8の日なの。可愛いなって思った子はいました。でもなんかまだ言わないでおきますまだ言わないでおきますね。はい、可愛いなって思った子はいました。佐藤愛理ちゃんがキアラさんの妹
びっくり、驚きです。めちゃめちゃさ STU の今村美智ちゃんに似てるなってめっちゃそのライブ配信見てて思ったんですけど、そしたらなんとなんとなんとキアラさんの妹、そしてこの子、うわー、この子の名前まだわかんない、待って、山崎そらちゃん合ってるかな、山崎そらちゃんが NGT の藤崎さんに似てるなって思いました。まだちゃんと見れてないんだけどね私もそこの髪型とかも多分あると思うんだけど、藤崎美優ちゃんだったかな、にめっちゃ似てるなって、橋本ちゃんほっそ、マジこんなやば、この中にゲーマーはいますかこの中にゲーマーはいますかねでもなんかこういう憧れの先輩のところにさエイタのメンバーがいるのがなんかすごいなって思います。うん、いつかはここに私も選ばれるように。うん、頑張ります。え、だって橋本恵里子ちゃん、チャームポイントは足が細いところ、最高、自分で言うところもいいね、いい子だこの子はいい子だ、うん、本当に細いもん、なかなかね自分で言えないですからね、足細いんですよね、だからそもう自分でもうなんかなね仲良くはちょっと橋本コミショだからアルピオンコミショだからちょっと無理だけどね、おしゃべりできたらなって思いますねみんなと、うん。キアラさんの妹さんのところの憧れの先輩さんキアラさんって書いてたらすごい面白かったですよねあ、自分のお姉ちゃんを憧れて入ってきたんだな、なんかちょっと素敵なエピソードゆりさんとズッキーちゃん憧れらしいですけど、うん、テイモカちゃん漢字かわいい、このモカのカ、ユキちゃんが2人いるんですね、あー姉妹だといろいろと複雑だって、でも私はあのおりんちゃんとトムさんの姉妹喧嘩ではないけど姉妹じゃれ合いが好きなので、キアラさんの妹ちゃんもキアラさんと共に姉妹じゃれ合いしてくれるの楽しみにしてますはい、うん、ショールーム民としてはやはり長谷川さんがどうしてどういうこと、長谷川さん、武藤家 vs 佐藤家ウケる、武藤対佐、あ、そういうことか、なんか誰かがひななさんかな、武藤対佐藤みたいなツイートしてた、あ、そういうことか、あ、意味わかった、武藤対佐藤、元ショールーマー、え、そうなの、
ニーナちゃん、長谷川ニーナちゃん、元ショールーマー。へえ、じゃあもうファンの人はいるわけだ。おお、長谷川ニーナちゃんって私テンテレで昔なんか違うんですけど、この子とはまた別の多分同姓同名の方なんですけど、そうテンテレで知って、そう人が長谷川ニーナさんって方がいて、だから私この名前を聞いた時に、え、テンテレの方が入ってきたのと思ってびっくりしたんです。でもお顔見たら違くて、そう違うやんってなったんですけど、そうなんですね、ショールームをされてる方、されてる方、後輩なのにショールームしてた人なんですね。されてる人なんていうの、わかんない、難しいですねちょっとあのコミュ障難しいコミュ障として難しい、ちょっと、じゃあもう私たちメンバーよりもそのニーナちゃんのことを知ってる人はいるわけだ、いっぱい。ニーナちゃん20歳、うん、一個下か。ハルピョンが前にの言ってたカスタバのカスタマイズの、えバニラクラペ、バニラクリームフラペチーノ、キャラメルソースとアップルシナモン追加。飲んでくれた？ありがとう。やった。最高の元カレです。だから、なんかあれで私そう稽古中だったので、ちゃんとは見てなくて、その配信なんか、そう自分の出番が終わった後の稽古のね、自分の出番が終わった後は見てたんですけど、だからあんまりちゃんとは見れなかったんですけど、そうYouTube とかニコ生さんでやってたのかな、私は Twitter ライブみたいなので見てましたそうそう、うん、この子顔ちっちゃ、絶対めっちゃ何頭身ってぐらいの子いるんだけど、この子なんて名前なんだろう、畠山のぞみちゃんかな。あ、チャームポイント顔が小さいところって書いてた自分で。え、若い。2008年。え、2008年生まれ、10何歳、わかんなえー、若い。顔ちっちゃ、だって顔こんなんですよ本当に。多分身長めっちゃ高いんじゃないかな、高そう、身長めっちゃ高そう、顔こんなん。あなた何頭身よすごい、平成20年生まれ、20年の早生まれだからあれかもだけど。そしてこの中から、ちょっと携帯、この中から実はまあ8のキスバイ8の舞台に出演してくれるメンバーがいまして、まあ、まずは、平日公演限定で17期生によるユニット曲の披露があります。何人か、平田由紀ちゃん、橋本恵里子ちゃん、太田由紀ちゃん、布袋もかちゃん、
山崎そらちゃん、小浜ここねちゃん、水島みゆうちゃん、まさいまゆうちゃん、畠山のぞみちゃんの、ちょっと何人か分かんないんですけど何人かがまずそのユニット曲を披露してくれます。そしてですね、私がこの間発表されたまあ舞台の、まあ、メインキャストになったということがあり、それを受けてその前座とかにね出演できなくなったんですよ。前説お手伝いメンバーとして出演することができなくなったので、そうなのでその代役として13日が木原さんの妹佐藤愛理ちゃん、そして20日が長谷川新奈ちゃんの2人が出演してくれることになりました。お願いします。はいということで、先輩とユニットをやる2人になるわけですけど、私もねあのホークス界の一人としてミッサーとカレンと2人と一緒にやりたかった気持ちはあるんですけど、まあそこは心を入れ替えて私はしっかりキャストとして演技するぞという気持ちで頑張りたいと思います。で前座のパフォーマンスは出なくて、ハッツがもともと私が出ない1から言いますね。私がもともとお手伝いとして出演させていただくっていう日があったじゃないですか、13日と20日、20日の2つは、ライブパートはお手伝いとして参加させていただきます。ただもともと出ない予定だった18日、全くコンサートとかも全く出ない予定だった18日に関しては、撮影可能コーナーだけ参加させていただけるっていうことが今のところの決まりちょっとまだ確定ではないんですけど、今のところそういう状況かなみたいな感じで話を進めていただいているらしいので、とりあえずまあ本当にライブも見てハルピョンの演技も見てハルピョンが出る最大限を見たいですっていう方に関しては、14日16日19日21日の4日間の、まあ、昼夜公演あると思うんですけど、いずれかに来ていただければハルピョンのフル稼働が見れます。で、13日と13日と20日に関しては13日と15日と20日と22日に関しては、ちょろっと演技もさせていただきつつ、コンサートもちょろっと出演させていただきます。で18日に関しては、演技ちょろっと、ライブパートめっちゃちょろっとって感じ、もう本当にもうこんなんって感じなのであと20日はお見送りもあります。私20日はお見送りも出演させていただきますということで、まあ、そんな感じですはい、まあ、難しいんですけど、だからこの予定も変えなきゃいけないんだ。全部前説とか書いてあったけど、前説じゃなくて星チームですね、星バージョンで、これがキャストって書いてあったけどハートバージョンに変更になります。でこれも星キャストって書いてあったけどハートバージョンに変更になります。つまりどういうことかと言いますと、
つまりどういうことですか。星とライブはお手伝いとして出るので、これは13日は、私もちょっと整理できてないんですけど私も本当に整理できてないです。ちなみになんですけど、18日の開演時間って分かる人います？すいません、自分で調べます。もともと全く出る予定なかったから何時か分かんない18日は18時からですね。はい、ありがとうございます。18日は18時から舞台星、よし。19はキャストとして出ます。もう分かんなくなっちゃうね、自分も。いや、わかんないんですけど、もうすでにここにさ、ライブパートのさ、なんか段取りとか入ってきたらもう頭回んなくなりそう。頭おかしいことになります。ありがとうありがとう、ありがとう、オリゴ糖。この日はハート、ハートの日。この日は星の日。12時、14時、14時かは分かんないけど、まあ大体2時間でしょうと思って14時にしてるんですけど、違うかな。まあいいや、まあ別にいいや。とりあえずどうなりました、皆さん整理できました？だからさ、セリちゃんとかさ、なんか AKB の大箱のコンサートの時とか、なんかセリちゃんとめぐみんが長野、長野だからセリかめぐみって書いてあったんですよ。それだから私いつも橋本って書いてあったけど、わかんないからね、なんか春菜って書かれるのかな。え、こじはるさんだと思っちゃう、みんな私ぴょんって書かれたらどうしよう、わかんない。橋本恵理子ちゃんがエリコって書かれるのかもしれない。か17期橋本って書かれるかも、エイト橋本とかわかんないけど、ネバーストップさん、ミラボル2つありがとう。桜のお友達さん、ミラボル2つありがとう。パンダさん、ミラボル2つありがとう。サプライズレバーさん、ミラボル5つありがとう。トラック野郎さん、ミラボル2つありがとう。13ありがとうございます。確かに春菜いっぱいいるか、本当だ。斉藤春菜ちゃんもそうだやばい、橋本春菜ってもうさあ、もうやめた方がいいんじゃない、もう富山って書かれたらもう爆笑なんだけど、さすがに。本当だ、春菜って書いたら斉藤春菜ちゃんもいるのか。のんのんはね卒業したけど、あ、もうじゃあエイト橋本だわ絶対、これもううん、ね、富山って書かれるかもしんない。ミラボール待って、メール送ったらミラボール歌うわ。昨日ね、お休みメール遅れてなかったみたいで、それを編集して送りました。はい、もう送った早くないなので歌いますけども、歌詞が分かりません。
突っ込んでいくよ、愛は右や左振り回されて進んでいくもの、スリルに落ちそうなタイトロープ、痺れるような私がいるよ、スリルに落ちそうなタイトロープが、痺れるような私がいるよ。3つ歌った、ちょっと待ってね、あと10個、あと10個待ってね、聞きながら歌うからハルピョンって書いてもらおう。ピョンも被ってるだからもうこれを機にピョンはそうそう、マホピョンとは仲良くします嘘ですよね、マホピョンとはそんなピョン対決なんてしません。はい、私が負けるに決まってるのでに回す私の腕があなたを引き寄せて、レッドゾーンを振り切った横須賀ハイウェイ、私たちの壁減速せずに大勢に抜けてゆく、愛の答えなんて一つじゃないよ、行き止まりまで地面にバリキリバリ、いく倒し曲がり切れたら、あいつなのか答え出せと聞かれた夜。よし、歌います。腰に回す私の腕があなたを引き寄せて、レッドゾーンを振り切った横須賀ハイウェイ、私たちのカーブ減速せずに走り抜けてゆく、愛の答えなんて一つじゃないよ、行き止まりまで地面にギリギリバイク倒し、曲がり切れたら俺なのかあいつなのか答え出せと聞かれた夜。ということでミラーボールありがとうございます。これで歌い切った、ちょうど歌い切った、よね、わかんない、多分次何歌おうかな。レッドゾーンはわかる？え、わかんない。え、あ、わかった、わかるわかるわかる、あのあれだ、メーターだ、あのエンジンの速度のところ、違う、速さ、回転数の赤いとこやつ、何回転数って、あ、わかんないや、ちょっと待って見よう、レッドゾーンバイク、今さら聞けない、タコメーターのレッドゾーンって何、あ、こっち、あ、こっちか、こっちですね、こっちの、あ、これタコメーターっていうの初めて聞いた、こっちの、あ、赤いところ、ほー、初めて聞いた、だって安全運転だから、橋本そんなエンジンが回れる限界数値まで回さないし、エンジン、うん、橋本安全運転だから、
そこまで回すと危険だよってこと？腰に回す私の腕があなたを引き寄せてレッドゾーンを振り切った横須賀ハイウェイ、めっちゃ危ないじゃんめっちゃ危ないじゃないですか。やすし先生ダメですよ、そんなことしちゃ。安全運転で行きましょう。あ、じゃあユニット曲歌えばいいんだ。別に私のじゃなくても全部歌えば何の問題もないですもんね。でも私のさ私が頭に入ってるそのユニット曲のさ歌とさこの曲頭に入ってないなこの曲っていう、ちょっと全部聴いてるふりしとこ、うん、わざと「えこの曲発表もやあんま聴いてないからわかんない」ってふりして全部一回聴いてから歌うようにしよう。じゃないと私のユニットバレるね、そうだよね、やばいやばい、危ない危ない、うん、例えばハピョンは明日のためにキスをやってたじゃないですか、 K 公演 でレジスタンスもやってたじゃないですか。だからその2つの曲だけめっちゃ歌えて、心の端のソファーとか奇跡は間に合わないとか全然歌えないみたいなことが起こったら、もうハピョン絶対明日のためにキスをとレジスタンスじゃんユニットってなるので、もうなるべく全部一回聴いて知らない顔して歌います、すべての曲。さてそれができるのかどうなのか分かりませんがもう何も忘れてあれになるかもしれないし。ともゆきさん、すいませんね、今アイドルの夜明けのあれしてた。ともゆきさんキャンプ場ありがとうございます。私のユニットは何でしょう、みんな楽しみだね。いつ初日かな、うん、全部覚えればどのポジもいける歌詞だけ覚えても無理なんだけどねでもどの曲も基本的にはね、1サビとかはね、1サビまで1コーラスは歌えるんだけど、割とね、どの曲もそう。でも2番はどの曲もやっぱり、いや嘘、その自分がユニット担当してない曲はちょっとやっぱ、でも担当してる曲もあれかもやばいじゃん、もう出れないやんもう出れないじゃないですか。5月12日までに初日を迎えなければ、少なくともそこから10日間は初日が来ないという、まあ、普通に考えてこの期間に初日してくださいって言ったら、多分今の橋本これじゃないと思いますよ。もう目血まなこ、もう17期なんて言ってる余裕ない自分で精一杯、うん、絶対そうまあ8日の演目はねもう決まってますから、5月8日か、うん、チーム A のね初日はね、あれ聞いたけど忘れたな、ごめん、何も参考にならなかった、ペコリ。17期にウサギ飼ってる子がいる、そうなの、何羽、こっちは2羽飼ってるよでも茂木さんもウサギ飼ってますからね。そうだ、え、結構ウサギ飼ってる人多くはないかもしれないけど、少なくもないと思いますよ、うん、別にまあ2羽飼ってる人は少ないと思うけど
マウント先輩怖い、先輩怖い。人生では3話勝ってます。はい、ムーさん、キャンプ場とテレビありがとう。あ、パラソルもありがとう。A ダッシュさん、テントありがとう。実際どうよみんな、17期、ちょっとでも心動いたか、どうなんだろうみんな。おやす来た、早っ、めっちゃ早っ。若い子がいない。結局若い子かーい。レミちゃんが若い、今だ。そんなことない、新しく入ってきた子の方が若い、平成20年の子の方が若いのかな、どうなんだろう。新しい子中3、レミヒュー高1か。アイドルじゃなくて中学生好きですって言ってたらやばい人たちだけどね、みんな。やっぱりハルピョンが好きなんだなって再確認して、ありがとう模範解答、ありがとう。シーパパさん、水色だるま、ありがとうございます。まあ自分も中学生の頃からあの AKB に入ってたので何も言えないんですけど。うん、何も言えないんですけどね。ゆきりんさんが可愛かった。確かし、ゆきりんさんの今日ゆきりんチャンネル、うん、なんだっけ、見た、ゆきりんワールド見ました、今日見た、2本見た。元カレですのやつも見てなくて、そう、あとシアターの女神と、どっちも見ました今日。17期生が可愛かったです、今までありがとう、こちらこそありがとう。多分今までも私推しじゃないけどね。今までもこのアバター的に私推しじゃないけどね。うん、そうだよ。うん、読んでほしいがために、かわいいな。かわいいな、他の女にって言ってほしいんでしょ、ハルピョンに。言わないよ。最低。言わないよ。最低橋本。でもあんまご乱心じゃないかも。
そうですよ、ファンの皆さんも言われてるうちが花ですよ、結局ハルピョン。ありがとうございます。やったね。あ、明日の配信なんですけど、めっちゃ朝にはならなくて、その朝の朝の朝がなくなって、だからでも午前中12時間後ぐらいに配信しつつ、まあ、夜は多分できないと思う、橋本お疲れだから。あと普通に時間があれかも、夜遅くまでレッスンだから、まあ起きれたらね。起きれなかったらごめんね。17期の配信パトロールするの、でもそのショールーマーちゃんのは見てみたいですね、やっぱなんかどうやったらショールームって話せるんだろうみたいな。うん、見てみたい気持ちはあります。うん、私はやっぱショールーム苦手だから。この中に推し編やしたやつはイネカさん、キャンプのテントありがとう。ライバー2位、わかんない、すごいんだよねきっと。ちょっとあんまりわかんない、ショールームは私自分の配信することで精一杯だから。うん、偵察とかじゃないですよ、ただそのどうやったら喋れるんだろうみたいな。やっぱ難しいから。うん、そうそう、それを学びたいです。偵察とかじゃなくて学びたい、学習したい。たけにいさんミラーボールありがとうございます。歌います。でも残念少女はさ、何回かさ、エイトのさ、なぎちゃんがよくやってるイメージだからさ、そこで聞いたりしてるんだよね、だから歌えても不思議じゃない。こうやって伏線を張っていく、全部に。バレないように頑張りますね。周りの大人たちが私をダメにするの。ありがとうございます、たけにいさんミラボールありがとう。歌う時の見方が変わる。ハルピョンこの曲やるのかな。やめて、そんな目で見ないで。本当にもう、桜のお友達さん、おっぱいありがとうございます。全ユニット曲歌いますので、眩しいパソコン。
いや、キスキスキスのライブパートを歌ってもいいんですけど、別に私が怒られちゃうので、キャー、はい、やめておきます。未公開動画めっちゃ良かった、ありがとう。私のあの BBT さんのハロランマン TV の未公開動画上がっているので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。キャスト公平さんハートありがとう、パンダさんテントありがとう、ジャガポテトさんテント、テレビパラソルありがとう、ありがとうございます。見たよ、ありがとう、見てくれてありがとうございます。毎日見てる、嬉しい、ありがとう。なんか多分この間の KNB さんはそのみんなが「乗せて乗せて」って言ってくれたから、その YouTube に載ったりとかして、多分 KNB さんにはハルピョンのその良さというか良さじゃないけど、ハルピョンを見てくれる人いるんだっていう声が多分届いてると思うんですけど、 BBT さんはさ、ほら今回 YouTube のコメントもさ、あの BBT さん自体が止めてたりとかして、富山テレビさん多分ハルピョンの需要があるかどうかがね、その BBT さんの中にはもしかしたら伝わってないかもしれないから、みんなもよかったら、まあ何お問い合わせ、ホームページとかお問い合わせのとこにあるのか分かんないけど、今回は橋本春菜を使っていただきありがとうございますみたいなコメントとか、まあもちろん再生数とかで高評価とか、そうしてください。多分1年経つと見れなくなるのかな、なんか去年のボンボン TV さんのが見れなくなってたので、1年経つと見れなくなるような気がするので、そうだからよろしくね。ハルピョン使ったら需要あるんだよってとこみんなが見せるしかないから、マジでうん。それでさ、多分もしかしたら今回の KNB さんが決まったかもしれないし、でしょ、レギュラーみんなのおかげかもしれないから、絶対あると思う、それはもう。だからよろしく。ハルピョンのソリを押す人生を過ごしたかったコンパス中島さんに言ってください
そこは俺の場所って言ってください。パンダさんハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。でね、今日そのソリでちょっと汚れちゃったお洋服クリーニングしてくださる、私はもう全然本当に全然いいですよ、もうこんな私が転んだのが悪いからって思って本当に全然いいんですよって言ったんですけど、ソリでクリーニングしてくださるって言ってくださったので、もう本当に心優しい。だからそのソリでクリーニングされたお洋服が戻ってきて私の元にめっちゃ綺麗になってたの。だからそれも後で載っけますね、その写真も撮ったので、その写真も、あ、私服ですそう、あれは私服です。はい、うん、びっくりだ本当に私あのロケが一発目だったんですよ。そう、あのロケが一発目で、だから本当にこの後どうしようっていう気持ちしかなかった、マジで。うん、そう、ソリするからパンツスタイルでって言われて、あーパンツスタイルでそうかと思って、私パンツスタイルはまあなかなかね履かないから、そうめっちゃ迷った、悩んだ、すごい困った。うん、いやあれは転ぼうと思って転んだわけじゃないですからね、本当に本当に転ぼうとなんて一言も思ってないです、一つも思ってない。もう綺麗なまま帰るつもりでいたし、真っ白な服だったから転ぼうとなんて一個も思ってないのに転んだよねうん、そう、いやびっくり。はい、結構早いです。いやマジで汚れてもいい服でまああれは子供、女性と子供しかできないらしいのであれなんですけど、マジ汚れてもいい服ってやった方がいい本当に痛くはなかったです全然。うん、全く痛くはなく、めっちゃ早かった、ピューン行きました。ジェットコースターとかは全然大丈夫な方なので、私は怖いけど、ソリは紐持つなって言われた。お洋服はマルートでマルートで、はい、カズさんキャンプ場ありがとうございます、ありがとう。そうそう、びっくりよ、あんなに転ばんとは思わなかった。
転ぶと思わなかった。わだかまり、どこのドイツだって関係ないじゃない。我ながらテレビ的に素晴らしいこけ方だなって思ってないですよ。だって自分がどうこけたかも分かってないんだもん。本当に竹蔵さん、ミラボールありがとうございます。でも残念少女1番は歌えるんだよな。何回も熊本とかでやってたよね。あれ熊本でやったんだよね、京香たまとレイちゃまとナギが。だからまあいいや。けがれの知らないなんてどこを見て言うのだろう。はい。けがれを知らないなんてどこを見て言うのだろう。菊池直久さん、ミラボラありがとうございます。じゃあ次の曲、次のところも行きます。けがれふりしてれば、はい行きます。あどけないふりしてれば、ありがとうミラボール、ありがとうございます。あ、11時ぐらいに今日は配信あります。明日朝早くはないけど、今日よりは早いから、今日よりは早、昨日よりは早く寝て、メイク間違えた、明日の朝配信を今日よりも早くするために、今日は早く寝るために、今日早く、ちょっと昨日よりも早く配信、昨日配信してないのか、夜配信終わって、メイク落としてお風呂入って、昨日よりも早く寝れるように頑張ります。もう昨日か今日か明日なのかも全部わかんないですね、すいません。まあとりあえず11時ぐらいに配信終わるよって話、まる。まあキスバイエイトですからね、そこら辺も考えてみていただきたいですけど、まあ男性キャストさんは出てこないので、全員 AKB メンバーなので、はい、別に誰と誰がチューしようといいじゃねえかって感じですけど。はい。別にね、ダメなんですかって感じ。ダメなんですかって感じですけど、目そらすかも、そらせそらせそらせ。いや絶叫はしないでください、あのはい。お声は出せない時なのですいませんが、
あ、そう、うちわがね、うちわは NG で、サイリウムは OK。 なんかサイリウムはむしろ持ってきてほしいみたいな。そう感じらしいので、皆さんよろしくお願いします。舞台中のサイレンは分かんない分かんない、私に聞かないで。アピアに聞くんじゃなくて、お問い合わせで、問い合わせてもらえると嬉しいです。はい、あとは前説をよくしっかり聞いて私もしゃ分かんない、もうとにかくお手伝いとしての役割がなくなったのでそう、お手伝いとしての役割がなくなったので、私はとにかく舞台に専念したいと思います。今日ね、あの、私アンドロイドになるよって話をしたと思うんですけど、そのカツラみたいなのをかぶったんですよ。そう、なんとカツラをかぶったんですよ。男の子のカツラをかぶるのは初めてかな。ロミジュリの時にね、ジュリエットの母としてカツラをかぶったけど、男の子のカツラをかぶるのは多分初めてかな。確かそうですよ。あれ、みんなショールームのやつ見てない？なぎちゃんとおだえりとレミちゃんと3人でやってた時のマピオアンドロイド彼氏2号役のってカレンちゃんと一緒に VTR 出演してたんだけど、見てないのか、お主たち見てないのか、今すぐ YouTube で見て、多分公式 YouTube 上がってると思うから見なさいそうです、あの前髪汗やばくて、お代理に汗すごって言われたやつうん、そうです、私はアンドロイド彼氏2号役しますので、男の子役ですよ。初めてカツラかぶったんですけど、男の子の、めっちゃカレンとレイちゃまとレミタンとサヤリンか、めっちゃ笑われた。えー、みたいな、髪の毛サラサラじゃーって言われましたいやズラだわと思って、うん、それ何も褒めてもらってないやと思って全く褒められてない。そうそう、まあこっからちゃんとセットするとは言われたんですけど、褒めてないよそれと思って、はい、うん、男は背が高いイメージあるけど、別に背低い男の人だっているし、男性は身長が何センチ以上じゃないとダメとかないし、別に
上から目線。身長言ってみろ自分で身長言ってみろそうですよ、そうそう、いや別にみんなの身長いらないんだけど、やばいやばいやばい、いっぱいいっぱい来た、いっぱい来た。あー、こんにちは、ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございます。別に男性って言ってさ、だってアンドロイド彼氏ではあるけど、別に何歳以上ではないから、小学生かもしれないじゃん。アンドロイド小学生彼氏かもしれないじゃん。中学生かもしれないじゃん。別に年齢言ってないからそうですよ。アンドロイドだし、途中で身長止まったとしても、てかアンドロイドだし別にアンドロイドだし、バージョンRさんハートありがとうございます。あと10分ドボンしよう。もう喋ることない喋りたいこと喋り終わった。逆に聞きたいことがあれば。お前はなんで上から目線なんだ。そうですね、すいません。昨日ね、12時超えてからドボンしてた。久しぶりに12時過ぎたドボンしてた。楽しかった。ピョンズ会わな、あんまり会わなかったピョンズあんまいなかった。悲しかった。じゃんけんあいこ。今日ちなみに何喋ろう、今何喋ろうとしたか忘れた待ってなんだっけ、今日ちなみになんだっけ、あ、ドボンランキングちょっと書いた。先月の偉いハルピョン、偉い、早い仕事。でもちょっとしか書いてない。こんな感じじゃないですよ、あの本当に本当にこんな感じじゃないので、多分舞台始まったら書かなくなる。だから今のうち書いた。
カード出してくれない。つらい。4人中2人出してくれない。つらい。全然本当にこんな感じじゃないから安心して、普通だから多分聞いてて全然しゃ、多分がん、聞き取れるレベル、全然。この人バーストしそう、やばい、助けて。この人バーストする前、ハルピョン防ぐ。バースト嫌い、バースト嫌い全然こんな感じじゃないから、セリフマジで普通の人。うん、カットブン。蜂はね、なんかね、結構ね、でもあんま言わないでおこう。蜂はでも、福留にぴょんさんの蜂めっちゃ好きですって言われた。あとはその蜂が一番楽しみ言われた。嬉しかった。うん、だから頑張る。蜂ガットブン。ねえ、ピョンズが2人いる。イベント期間だっけカーとピョンズさん、マジカのバナナちゃん対戦ありがとうございます。イベント期間だっけ。もう投資稽古、なんかがっつり通してるわけじゃなくて、その止め通しみたいな感じはしてます。もうそう、もうしてます。なんか一個の話を終わって止めてみたいな感じ、わかるかな。わかるかな、言いたいこと。オムニバースだからいっぱいお話があるんですけど、その止め動詞みたいな感じはしてます。シーンごと、そうそう、シーンごとにやって止めて、やって止めてのはしてます。お話で区切って、だからその場面転換とかを、そのまだ稽古場でやってるからさ、その広いわけじゃないから、場面転換とかの時間止めてる間みたいな感じ。そうそうそう、まあ普段はね、舞台
オムニバスとかじゃない限り止めて投資しないからね。止め投資なんて言葉あんまない。あ、だからさ、ブロック投資みたいなもん。コンサートでいうオープニングやって MC 飛ばして中盤曲ユニット曲やって MC 飛ばして中盤やって MC 飛ばしてみたいな感じ。アンコールやってみたいな、そういうことです。それです、それ。はい、それ。母さん AAKKRR さん、対戦ありがとうございます。ね、わかりやすい。ラピオンなんてわかりやすいんだ。ありがとう橋本、任せろり。あ、間違えた。ダイヤにしたかったのにクラブにしちゃった。ダイヤがいいんだ。ありがとう、なんて優しい人。終わったらランキング読みます。なんかさ、痩せようって決めたのに全然痩せれない。なんでかっていうと差し入れがいっぱい来てあとご飯を決まった時間に食べなくなって、そう、好きな時に好きなだけ食べてて、差し入れも食べて、あーもう何をやってんだ自分。痩せたいのに。でもこの間ね、なんかご飯をとにかく頑張って減らそうと思って、そう思ったんです。で思ってて2日3日ぐらいは我慢できたんだけど、なんか無理だった、うん、やっぱ三日坊主って言葉はありますからね。無理だった、痩せれず。ランキングも終わり。あ、バイバイにしてない。ランキング読みます。覚醒した、そう、ひよかちゃんのカードが覚醒しました。2時間くらい配信するぞと思って、待って、私時間の考え方間違えてた。2時間配信しようと思って間違えた。1時間半しかしてないミスターミスター、時間の数え方間違えてた。
いっぱい寝ようか。ミスったよ。濃い時間だった。30分プラスで寝れる。そうしようか。みんなも寝たいし、そうしますね。うん、完全に今、あれ私35分から始めたっけ。で10あれ11時に終わるっつったよね。バカだ。まあいいや、まあいいや。まあいいや。じゃああと1分喋って11時からランキング読みますね。あと1分。今日は本当に今日も稽古があったんですけど、明日も稽古があるということで、頑張りたいと思っているんですけど、そうですね、やっぱ踊るところが結構多いパートでございまして、すごいなかなか普段は踊ることがない振りだったりとかがしているので、その普段そのダンスの先生が考えてくださる振りとはまた違う振りが、振りでちょっとすごく難しいんですけど、頑張ってかっこよく踊れるように練習をしているので、まあ当日間違えても、今間違えてないんで大丈夫だと思うんですけど、当日のダンスちょっとかっこ悪くても頑張ってるな橋本って思って見ていただけたら幸いでございます。作太郎さんハートありがとう。ということで、それではランキング読みたいと思います。11時になった。いきます。1位、サプライズレバーさんありがとうございます。2位、パンダさんありがとうございます。3位、トラック野郎アットゴリさんありがとうございます。4位、シーパパさんありがとうございます。5位、桜のお友達さんありがとうございます。6位、マッカミックさんありがとうございます。7位、ともゆきさんありがとうございます。8位、 A ダッシュアットピョンズさんありがとうございます。9位、あれ9位 A ダッシュさん、待って変わった。1位、サプライズレバーさん。2位、パンダさん。3位、トラック野郎さん。4位、シーパパさん。5位、桜のお友達さん。6位、マックミックさん。7位、ともゆきさん。8位、たけにいさん。9位、A ダッシュさん。10位、作太郎さん。11位、ネバストパッド今日で結婚20周年だけどおたかつはやめないさん。12位、にしくんさん。13位、黒沢さん。ありがとうございます。そして、本日のラッキーと88位は、J、金子、あとユリナ W さんです。お、ぎょうちゃん推しさんありがとう。ぎょうちゃんはね超かわいい。今回の舞台なんかぎょうちゃんって本当になんか人当たりめっちゃいいなみたいな思って、そう、ああいう女の人に、女性に本当にぎょうちゃんはマジ憧れ。いいボディラインをしていて、でもなんか顔がすごく綺麗で可愛いんだけど、なんか喋ったらすごい親しみやすかったりとかしてて、なんか本当に素敵な女性です。うん。って思ってます。急に急に、いや本当にエイトメンバーってでもなんかそういう人多いんだよね。ももちゃんとかもマジでいい人だし、細くて。顔かっこよくて、なんか全部中身もかっこよくて、でもなんか人のなんだろう、考えてる悩んでることとか気づいたりとかして、雨くれるし、雨くれるは関係ないんだけど、まあ雨くれるし、うん、本当にみんなすごいいい人、うん。なんかマリアのね舞台行きたかったんだけど、こっちとかぶってて行けなくて、なんかマリアが稽古場にいるってだけでやっぱなんか落ち着く。そう、だからマリア稽古場にいてほしいんだけど、今舞台感激者頑張ってるから、うん、頑張ってほしいです。ということで、
それでは急に、なんか急にいい話して終わります。最後にキャッチフレーズをして、5000人超えたのでキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7032人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春病こと橋本春菜でした。皆さん本日はありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバーイ。